長野県畜馬郡の範囲畜馬郡は長野県にあった郡。現在の下記の区域にあたるが行政区画として確定されたものではない。品濃国内では稲郡に次ぐ広大な面積を有した。国府があった現在の松本市を中心とした地域。大法律領によって多摩館票から畜馬郡と改められた。20巻本の和名類受賞には万葉がなで、 豆か一万と、くんが記載されており、演儀式でも、つかまの氷となっている。古来、つかまと呼ばれていたが、明治時代に、ちくまに変更された。しかし、松本市内の町庭やちくま神社、私立ちくま小学校のように、つかまの名も残る。合名は、両伝、高志が、神剣、西木福、三家、大井と記述されている。基礎地域は、鎌倉時代に、 ミノコクエナ軍から編入された部分である。また、古代には、おみざとを含む区北盆地が、サラシナ軍に属していた。軍河の位置は未承だが、松本氏が最有力とみられる。天平商法4年には、軍事大量に、長田のノコクマロの名が見える。陰性時代の荘園として、笹サ中村荘、笹サ北条荘、新井場荘、桐原荘、岡田豪、浅間社、藍田ダミク お耳くりや、北内巻、南、内巻、王の巻が見える。演技式神明帳に記される軍内の式内社。ありがとうございます。